スタートまであと15秒。男子420のレーススタート。ここはゼネラルリコールなしでスタートが切られています。女子の2レースは圧勝劇でした。男子はどうなるのか。この男子420は昨日までの総合成績で大阪の清風が抜けています。大阪の清風が最後も勝って締めくくるのでしょうか。男子4209は35チームです。北海道小樽水産、青森工業と大湊、岩手宮古と宮古商業、宮城は仙台第二、茨城霞ヶ浦、千葉磯部と稲毛、神奈川慶応義塾と逗子海星、富山新港、石川白衣工業、岐阜海津明星、静岡熱海、愛知碧南、三重津工業、滋賀ゼゼ、大阪清風、兵庫関西学院、奈良法隆寺国際、和歌山工業、鳥取米子工業、岡山奥、広島商船、山口光、香川高松工芸と高松商業、福岡周遊館、そして福岡中村山陽、中村学園山陽、佐賀唐津西、大分別府青山、宮崎日南新徳と日南海洋、鹿児島商業の35チームです。昨日までの総合順位は大阪の清風がトップ、2位が山口の光、3位が岩手の宮古、4位が福岡中村学園山陽、5位が茨城の霞ヶ浦となっています。近畿地方は午後から天気が崩れる予報が出ています。選手たちが向かう沖の方ですが、灰色の雲が目立ち始めました。昨日までと比べると日差しの強さが全く違います。昨日までは肌に強い日差しが降り注いできたのですが、今日は日差しをもうこの時間で感じなくなりました。雲が増えて、この海を囲む山にもやがかかってきています。天候が崩れる予報が出ている午後ですが、この時間になってもう雲が増えています。
男子の420のレースをお送りしています。インターハイヨット競技最終日、和歌山市警備の和歌山セーリングセンターからインハイ TV で実況生中継でお送りしています。ここまで女子の420と女子の FJ の最終レースが終わりました。残すところ男子の2レースです。男子420唐津西です。そして小樽水産、その向こう側現在2位の山口の光、光は松尾と三浦のペアです。昨年はインターハイと国体の2冠を制しましたが、現在のところ2位です。その向こう側に米子高専です。2016インターハイヨット競技最終日の模様をお伝えしています。すでに女子の2レースが終わりました。女子の420は高松工芸が優勝、2位に霞ヶ浦、3位が高松商業となっています。第7レースの結果です。総合成績は昨日までのトップの霞ヶ浦が第7レースで2位、そして昨日まで2位だった磯部が最終レースで11位、昨日まで3位だった法隆寺国際は9位でした。第7レースを制したのは昨日までの総合順位が9位の高松工芸でした。総合順位は後ほどインハイ TV のホームページなどで正式に発表されます。昨日までの総合成績と最終レースの結果を照らし合わせますと、どうやら茨城の霞ヶ浦が トップに躍り出る可能性が高いように思われます。そして女子の FJ 級、第7レースを制したのは昨日までの総合順位2位だった香川の高松です。そして昨日までの総合成績1位だった茨城の霞ヶ浦は5位に終わりました。さあこちらも総合成績が気になります。すでに男子 FJ 級のスタートまであと20秒です。
10秒を切っています。ゼネラルリコールになっています。ゼネラルリコールになっています。男子の FJ 級はスタートやり直しです。男子の FJ 級は30チームが出場しています。昨日までの総合順位トップが福岡の中村学園山陽です。そしてその後が神奈川の慶応義塾、3番手が香川の高松商業です。インターハイヨット競技大会最終日の模様をお伝えしています。クラス機が上がってスタートまであと5分です。そして黒色機が上がりました。今日が最終レースですので次回以降のレースには影響はありませんが、この黒色機が上がったレースでスタートフライングなどしますとリコールとなり即失格、また次のレースも出られなくなります。これは最終レースです。リコール即失格ということになります。ゼネラルリコールの場合は例外です。さてもうすでに終了しました女子 FJ 級のレースの点数などを見てみます。昨日の時点でトップの茨城霞ヶ浦が得点が10です。そして2位の香川の高松が12でした。この最終レースで結果高松が1位を取りました。これで高松が13点、そして霞ヶ浦はこのレースで5位でした。そして霞ヶ浦は結果が15点になりますので、得点だけを見ると香川の高松の優勝です。
まあ、ただヨット競技の場合はプロテスト、審問などがありますので、その結果が確定次第お伝えできます。女子の FJ ですが、点数だけを見ると香川の高松の優勝となります。さて、同じく女子の420の昨日までの数字を見ていきます。茨城の霞ヶ浦がトップで10点、千葉の磯部が2位で13点、3位の奈良法隆寺国際が22点でした。第7レース制したのが総合順位9位だった高松工芸です。トップの茨城霞ヶ浦は第7レースで2位でした。得点が12点になります。そして2位だった磯部は第7レースで11位でしたので得点が24になります。女子の4209、得点を見ますと千葉の茨城の霞ヶ浦がトップということになります。同じくプロテスト審問の結果を経て確認できます。女子 4209 FJ 級のレースの結果を振り返りました。さあ、では男子の FJ 級スタートまであと1分です。あと1分を切っています。あと20秒、男子の420と男子の FJ が現在行われています。10秒切っています。6、5、4、3、2、1、スタート。無事にスタートを切られました。無事にスタートが切られて男子 FJ 級第7レースの開始です。男子の FJ 級です。男子の FJ 級のスタートが切られました。では男子の420級に向かいます。
男子の4209です。男子の4209のマーク開口をお伝えします。第3マーク開口をお伝えします。2チームがほぼ並んできている。右側、水色とグレーのスピンが高松工芸、そして蛍光色とブルーのスピンが愛知の碧南です。愛知の碧南がこれはトップです。愛知の碧南の後高松工芸、愛知の碧南がトップ。昨日までの総合順位は10位です。追うのが高松工芸、昨日までの総合順位は7位。3番手で岡山の奥が右のマーク、岡山の奥が3番手、そして左のマークを滋賀のゼゼで4番手。ここまでトップの大阪西風はまだ姿が見られません。5チーム目、5番目が右のマークの一番近くに霞ヶ浦、霞ヶ浦で5番目、6番目で博威工業、7番目で米子高専、7番目米子高専です。そして8番目で山口の光、9番目で宮古、10番目で中村学園山陽、11番目磯部、12番目で宮古商業です。男子420の第3マーク開口の順位をお伝えしています。10番台が続きます。10位台の順位です。宮崎海洋、それから大阪の西風がここで来ました。大阪の西風が10位台で来ています。現在のところ14番目。昨日までの総合成績トップの大阪の西風が14番目。その後は鹿児島商業と逗子海星、さらに広島商船も右を回っていきました。全35チームです。慶応義塾の後に高松商業が向かっています。慶応義塾、高松商業、慶応義塾の後高松商業です。そして佐賀の唐津西が来ました。日南新徳、関西学院、男子の420第3マーク開口です。第3マーク開口トップは愛知の碧南でした。男子の420第7レース、第3マーク開口の順位をお伝えしています。先頭が愛知の碧南でした。では男子の FJ に移ります。
男子 FJ 級の選手たちです。男子 FJ 級、画面の一番奥が中村学園山陽です。そして真ん中に奥、そして手前側、碧南工業です。画面の手前側、青の文字が碧南工業で、真ん中に奥、それから一番奥、最初に回っていったのが中村学園山陽です。中村学園山陽が男子 FJ トップでマーク開口していきました。その後に海津明星、奥山口の光、碧南工業、それから大阪の西風、博威工業に慶応義塾、青森工業、それから磯部、向こう側に高松工芸、周遊館の向こうに逗子海星、宮古商業です。外側から鹿児島商業、続くのが成功、さらにその内側で霞ヶ浦と高松商業、別府青山、外側から土浦日大、真ん中日南新徳で、一番内側が蒲郡東、岩手の宮古がやってきた、大港と和歌山工業が並走、外側が大港、内側が和歌山工業、短期で宮津、宮崎海洋が方向転換、宮崎海洋、そして別府商成と続いていきます。別府商成を含めて残り2チーム、最後が小樽水産です。小樽水産が最終でマークを開口していきます。男子の FJ 級トップは総合成績1位、中村。